散歩は楽しいひとときのはずでした。愛犬と一緒に公園を歩いている主人公、風も気持ちよく、絶好の散歩日和。しかし、次の瞬間、靴裏に何か不快な感触が、そう、犬の糞を踏んでしまったのです。主人公はすぐに靴を洗いたいと思ったものの、公園には水道が見当たらず、持ってきたはずのウェットティッシュも見つかりません。時間もなく、家に帰るわけにもいかず、どうすればいいんだと途方に暮れます。靴裏をきれいにしようと地面にこすりつけたり草むらで拭いたりしますが、あまり効果はありません。このままじゃ出かけるどころじゃないと焦りが募ります。周囲の散歩をしている人たちも主人公の困った様子に気づいて、大変ね、どうにかなるといいけどと心配そうに見ています。一層焦りますが解決策が見つかりません。最終的にもう家に帰るしかないと決断。靴をなるべく目立たないようにしながら急いで家に戻ります。玄関で靴を脱ぎ、水道で丁寧に洗浄、使い古した歯ブラシと石鹸を使って靴裏を念入りにこすります。最後にウェットティッシュで仕上げ、なんとか綺麗になりました。後日再び愛犬を連れて公園へ散歩に出かけます。歩き始める前に靴裏を確認し、今度こそ絶対に避けるぞと心に誓います。しかしその数歩後、またしても犬の糞を踏んでしまい、嘘でしょとつぶやきます。その瞬間、他の人も困らないように、みんなが糞をきちんと持ち帰るべきだよねと改めてマナーの大切さを感じます。皆さんも愛犬との散歩中に糞をしたら必ず持ち帰りましょうね。他の人が困ることのないようにマナーを守って楽しい散歩。この動画が役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。